立法議会は、フランス革命期の1791年10月1日から1792年9月5日まであった、フランス立憲王国の立法府である、フランス初の立憲君主制政体の議会であった。一員制で、憲法制定国民議会によって制定された1791年憲法に、従って召集され、8月10日事件の後、 国民公開のための議員選挙を行ってから解散した。正式名称は立法国民議会であり、立法議会は略称である。1789年8月26日のフランス人権宣言の原理は、その後の革命の急展開により修正を迫られた。平等主義の方が,が慎重に取り除かれた1791年憲法では、 人権宣言は冒頭に掲げられてはいるが、言論や身分的、あるいは経済的な自由の保障に止まって、ブルジョワジーの優位を確定するような方向で、議会や選挙制度にも制限が設けられた。同法においては、市民権は全フランス人が持つわけではなかった。参政権は、大きな社会的企業の株主たる能動的市民に限定された。受動的市民は、 公権の形成に積極的に参加する権利を持たないとされ、300万人とも言われる無産市民は選挙権、非選挙権を持たず政治から排除された。土地改革も棚上げ状態で2000万とも言われる農民は最初から無視されていた。さらに大議制は二重の間接選挙制で有権者が議員を選ぶ、選挙人を選ぶという方式であり、 選挙人となるにはさらに厳しい財産資格が設定されていた。このため当時のフランスの有権者は約430万人と人口の17%ほどとなり、選挙人に至っては5万人程度と推定され、それは人口の0.2%ほどに過ぎなかった。よって実際にはアンシャンレジームの頃の貴族や僧侶といった特権身分が独占していた、 政治参加の権利が、そのままブルジョワジーに入れ替わっただけでなく、身分正義会の時よりも有権者の数が減ったという点においては、民主主義の交代で、事実上、上流ブルジョワの政治独占を意味した。旧体制の廃墟の上に自由主義原理を打ち立てたと表現される、この体制を91年体制と呼ぶが、パリのサンキュロットにとっては大いに不満の残る制度だった。 1791年9月30日、憲法制定国民議会が目的を達して、解散したとき、議員、ロベスピエールの提案により、法を作った者がその法の恩恵に預かるのは、いかがなものかということで、政権議員であった者は審議会にはなれないように、決議されたが、結果的に10月1日に集まった、立法議員はほぼ全てが、新人議員という経験に乏しい議会となった。 国民議会は継続されたが、議員を総入れ替えしたわけである。しかし未熟な政治は、いたずらに対立するばかりで、無計画の戦争を起こしたり、党派主義による政治の停滞を招き、従来の財政再建といった宿題を解決できぬまま、戦況の悪化や、ルイ16世の拒否権乱発の前にサジを投げ、崩壊するに至った。空の国庫、暴落する為替通貨。 アッシニアは、上同然となり、規律のない陸軍、主官のいない海軍、国内外の混乱と混沌が後には残された。これらが、立法議会が一年も続かずに短命に終わった、原因である。1792年、8月10日事件で起こった、ことの背景には、共和派が、自治司会のような直接民主性をベースにした民衆の、直接行動を、原動力としたことにあり、 フランス革命の主体は、ブルジョアジーからサンキュロットに決定的に移っていった。つまりは、事件は、立法議会で、賛政権がないとされた彼らが、王政のみならず、議会も転覆させた第二の革命という性格があったということで、以後の革命の急進化は必然だったと言える。他方、立法議会では、現在も使われる右翼や左翼という派閥イデオロギーの、 表現も登場した。議長席から見て、右側が王党派や立憲君主派、つまり不ア安派が議席を占め、左側が共和派である、ジャコバン派が議席を占めて、討論をしたからである。ちなみに、立法議会では、不ア安派の方がジャコバン派よりも数が多かったが、両派閥とも、最多派閥ではなく、中立派と呼ばれる、態度不鮮明の議員が最も数が多かった。 政党政治ではなく党が存在しなかったので、議員は個々人の政治信条に従って行動したが、全員が国王に忠誠を誓ったみであり、立法議会は君主国家の議会であって、共和派は最後まで少数の求心派に限られた。議場は引き続き屋内馬術練習場。ありがとうございます。